Hey, this is Imran 20. Is it okay? Is it good? 6月入って、もう16日経つのか。久しぶりに今日天気が良くて、しかもまあ仕事が休みっていうことで、また一人でソロキャンプ練習ですね。この道にね、入らせてもらいます。この火曜日に休みっていうと、人が少ないから、でこういうとこに来ても、まあ人が少ない。みんな働いてますからね、普通は。野生動物が来た時にすぐ車の中に逃げ込めるように車とここの位置は近めにして、で火をやるから、水がね近いところにあった方がいいですね。ここでいいかな。ここにします。めっちゃいいやん。いろいろ持ってきたよ。はい、前回使ったウッドストーブちょっと改良して穴を大きくしたりしました。木をいっぱい切って牛乳パックの中に入れてきたんですよ。結構ナイスアイディアですね。ちょっとやだ、プンプンや。だからティッシュに着火まで、ライターしかないんだ。あっつ。この木とかもね、絶対ね乾いてるはずなんだけど。もうめっちゃ火ついてる。アルミ缶でアルコールストーブを自作したんですよ。でこれアルコール買ったんで、ちょっと試してみたいと思います。あー、ついた。早っ。今ねスーパーで買ってきたこのメープルシロップフレーバー、メープルシロップの味のスモーキーソーセージみたいな、この食パンですね。はい、これでまあちょっとモーニングホットドッグです。割り箸にソーセージ刺して焼きたいから、割り箸を濡らさないと多分焼けちゃうと思うのね。割り箸どうやって開けるんだ。あ、ジップロックになってる。これね、ごとくヘキサゴン、まあ、丸ですけど作ったのね、まあ、とりあえず、あ、ちょっとやばい。とりあえずこうセットつけるとね、何かをいいんじゃないですか。火もいい。あ、やばい、ついた。しっかりしてくれ。やっぱ火力が違いますね、前回と全然。これあってはならない失敗だ。ごとくが溶けてる。よいしょ。やば、真っ暗。完成。もう一本やっちゃおう。また燃えちゃうかもしれないけど、これね、これでこうやってやって、こうだっけな、こうやってやって、この上にね、あれを乗せるのよ。これにね、ユーコンウォーターを、でこれでね、ここに置くわけ。あれ
置けた置けた。曇ってきたね。そしたらこの卵を入れるよ。なんかトーストされてるされてる。うまくトースト。熱っ熱っ熱っ。あ、やだ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 。多分もういいってことだと思う。こっちは燃えてる。卵できてるか確認しよう。熱っ。皮で洗うのは汚いから。ゆで卵。ちゃんと、あ、なんかやばくない？あ、やば！ゆで卵できてまーす。いただきます。まあ、普通に美味しいよね。あ、塩が欲しいよ。うん！お茶でも作ります。あ、沸騰してる。Cheers。 美味しい。沸騰したね。お湯で飲むお茶はね、美味しいね。水曜どうでしょうとか、川下りとか、大泉洋の番組あるじゃないですか。そのユーコン、ね、っていうところに私はいるんですけど、こういうね、本当に誰もいない場所に車で本当20家から20分ぐらい走れば、25分ぐらいかな、走れば来れるんですよ。で、まだユーコンにはね、日本人が全然いないんですよね。同じカナダでもやっぱりバンクーバーとかトロントの方にはたくさん日本人がいるんですけど、ね、ホワイトホースっていう街なんですけど、なかなかいないですね。若い子がやっぱりいないですね、ユーコンには。たまにその冬とかに日本からオーロラを見に来るね、年配の方がいるかなっていう感じなんですけども、キャンプをやりに来ましたとかね、川下りしに来ましたっていう人はまだまだ全然少ないですね。で、私将来やりたいことっていうのが今あって、それは弓ネムツアーって今名前つけてるんですけど、こうやって、まあ、日本人をターゲットにこうやってキャンプしたりとか、あとはまあ普通に車でね、山登って絶景を見に行ったりとか、オーロラ見たりとか、私がこうやってこのユーコンで何か日本人にねツアーができたらいいなって考えているんですよ。今まで本当にずっと夢の話だったんですけど、やりたいなっていう感じだったんですけど、つい最近私永住権を取ることができまして、
て、そしたらもうこれが夢じゃなくて次はもう現実に、現実に努力をすれば、この夢は叶うと思うんですよ。ユーコンに来た、あ、ちょっとやだ。火を消した瞬間やっぱ蚊がすごいね、私を責めるようになってきた。もしね、ユーコンに来たいよって、こんなね大自然の中でキャンプしたいよっていう人もいるんじゃないでしょうか、このビデオを見てくれてる人の中で。そういう人がもしいましたら、ユミネムツアー将来ね参加してほしいと思います。もうちょっと頑張ってそのツアーをね実現させていきたいので、ユミネムをねこれからもこのビデオでね、まあ、ユミネムのねこの YouTube のチャンネルを登録して、これからも私を見続けてくれたら嬉しいなと思います。If you want to see more videos, please, please subscribe to my channel and then hit the like button down there somewhere and leave some comments, please. I hope you enjoyed this video today. 見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。